本日のゲストはカルシウムハウスカジコママです。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。こんなお堅い事務所にどうなんですか。すごいじゃないですか。幅の広さがやはり共通点でしあの私とカジコママのまた共通点と言いますかね。私もね今ね小学校の PT 会長してるんですよ。でカジコママなんとあの 京都洛西高校 PTA 会長経験名門にあったそです。息子がね洛西に行っておりまして、私は高槻止まりでしたけど、泊りしたら怒られる。いやいや。PTA 会長の時思い出。いや息子さんどうでしたか。息子ですか。こういう存在じゃないですか。ねいろんなこう表現はあるんですけれども、それも現役でということになって、佳子ママが。 出ていこうとさされれたたののかも学校らスカウト自分からはおめおめねそれは行くそれはないなかなかねこんなこと言っじゃないけどちょっとぐらい知名度があるいやいや大いにありますそうそうほんで仕事的に束縛されてるのは深夜なんでまああ夜だからまあ昼間の活動っていうのはいつでもいいしまあ PTA に参加してるっていうのは大体まあ母親方の方がそうですね そうなるとまあ力仕事すんのに男がいてもええかと、はい、ああでやっぱ男でがあって便利でええわでてうすごい扱いやったんですね、えー、<laughs> なるほどはあ。カジコママのいわゆるその教育論って言いますかね、うん、はいはいええー、子供を育てるときに気をつけてたこと、うん、ずっとかまってきましたね私もだからその教授の小学校やったんで京都幼稚園っていうところがあって、うん、でまだ私の恩師がいてたんで、うんはい、幼稚園 あの入園のお入学の試験生かすねんけど、うん、どんなあんばいやって言ったら「うん、泣かへんだろどうにかしよう」みたいな話になって、はあ、泣いたらもう諦めてくれと。はあ、ということはぐずったらあかんということなんで、うん、ぐずるっていうと受験番号の問題があるっていう話ですよ。なるほどだから受験番号を取りに、うんはい、朝の4時とかに。 並びに受験番号はあの先着ですか。そうなんですよ。それを取りにそしたらやっぱお客さんのあのま教育熱心なお父ちゃんと大谷人おーとか言う。はい。やっぱそれぐらい構ってた必死に必死にはい。並だから何個も並びましたね。小学生並れてから。 小学校5年6年ぐらいまでの受験に関してはちょっと教えもしてましただからそうそう力の仙台とか昔で自由自在とかあの辺でまあもうそれこそいややっぱりちょっと力の注ぎ方がすごいすそうそう鶴亀さんから法人さんからそまあいろいろと本人に言ったんですよ信用せえへんからここにいるって言っお子さんも嫌がらずに嫌がらてたんで やっぱり具合の悪い時もありましたよ。はい。でもやっぱりあのそこは落ちるんですよ。やっぱり将来お金儲けがしたい、贅沢がしたいっていうのをすり込んだんですね。うん。うん。何も勉強ができるからお金儲けができるっていうのはイコールではないけれども、せめて手段にはなるんだろうとお金儲けの。はい。はい。まあ教育をしてきたえ家事ママとして、子供にまあ要するに。 なんだろう、有名校認可して、有名私立認可してっていうのは。うん、やっぱり。経済的な親の経済の問題があって。うん、やっぱり家庭が裕福だとか。うん、そういう家庭の経済と。学力っていうのが。うん、今の日本って比例してると思うんですよね。うん、これっていうのが若干のすごく問題だと思うところがあって。親の高収入、子供の高学歴。うん、まあ、そういう、まあ、親も。 高学歴高収入だったろうしみたいなところが、はい、その連鎖をしていって、またこうその結婚するにあたって高学歴同士のまた結婚になるとか、はい、はい、まあこうなってくると絶対に学歴と収入っていうのが比例していく社会をどうするかっていう話、うんはい。いやそうですね。実はね私はね、はい、公立中学、で公立高校行ってたんですよ。うんはい、で公立高校であのうつるんでた同級生は。 大学行かない、はいね、専門学校も、まあ、行かしてもらえない、うん、っていう友達がたくさんいましたねやっぱし今もうその行政の仕事は義務教育でいかにそのいろんな人を伸ばしてあげられるかということだと思いますわ、うん、義務教育は経済力でいけるいけないないですからね、うんうん、それは僕はすごく思いますねでもやっっぱり義務教育っていうのは、えーはい 足切りができないところにあるじゃないですか。なんかいろんな個性を持った専門家が。とにかく学校の現場に入ってあげることだなと思って。ものすごく音楽の才能のある子っていうのをね。普通の人は見抜けないんですよ。で、正規の職員、ね、教員じゃなくても。そういう人たちが、例えば、次に何日が来るとね。いうことだけでも、全然違うなと。確かに。思うんです。はい。その、私らの時代ってね。やっぱり。教師って。 すごい存在やったように私はおも、はい、思ってたんですけど、はいうん、もうなんか絶対あったた時代にた子供から見たら見、ね、このコロナの間でねもう小学1年生から全部端末持ってるんですよ。 私らの時代は先生がこれやって言われたらああそうなんやって言われたけど端末持って調べたら先生それ違いますよって言われたら「いやほんまですね勉強し直してくるわごめん絶対そう思うとったやけどな」みたいなねまあ要うさん間違ったこと教えてもそうやと思って習いましたから私らはねでやっぱりこんだけねいろんなね世の中が変わっていくとね僕は多くの大人が教育現場入ってあげる方がいい確かにそうですよねいろんなジャンルの人がね そういう公教育の場になれば、うん、まあ多少なりとも経済,か経済力が教育力に結びつく直結する、うん、で貧しければ良い教育受けられないみたいなのは行政の力で改善していけるんじゃないかなと思ってやっぱりそ今あの、まあ、京都市もね、うん、もう社会情勢変わって共働き増えて、うん、中学校の給食やってくれとっていうことですけども、うん、できるものならそれは給食の方が、うん 親はそこでなんだろうねいらん時間取られるもないしうん、うん、買い物のとこからあるしあそうです、ね、考えないといけないでそう考えないといけないいいとけし、うん、それでずっと暇でお弁当をこんなにこさえてあげようっていうあの母親も、まあ、いたら、まあ、そうはいけないやりたくてもできない、うん、そうなるとお弁当を比べるじゃないですか子供ってやっぱり。子供も弁当を見せにくいとか、はい なんかこの弁当恥ずかしいとかそうなるとそこの摩擦が起きないまでも確かに給食いいいいうのは絶対んゃまあ私の周りでもねもう日も早くいいう声は非常に多ですね経済格差と教育格差という話もありましたけどやっぱの経済支援につながるようなところもあるかなといっね先ほどのお弁当を考える買い物に行くそして それとあとその給食費をどうするかっていうね、うん、えこういう、まあ、ことも議論されてましたよね、うん、行政は先ほどの話で経済格差を教育格差に反映させちゃいけないと、うんはい、いうことといかにそのお経済力弱い人を助けるっていうね、うん、観点もあるんで、まあ、私はやはり、まあ、いち早く、まあ、進めていく必要があるなと。できたら,そら うん給食費支援もまああるんだろうけどねうん、うんうん、金も賢いというような、はい、まあ経済是正そこ、うん、というのと、はい、まあ給食支援やな、はい、これに関しての年質の問題とかをどっからどうしていきたいっていう話はあるじゃないですか、はい、ありますね、うん、ああ財源も含めてですねそう財源も含めて、うん、僕はねずっと言ってるんですけどね、うん、もうね小学校中学校って統合統廃合,統合進んできたんですよ で高校ってね、うん、それねまだ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 なんですよ。あ、そうなんですか。うん、例えばね、うん、ご出身のね、高槻中学高校共学 <laughs> になったじゃないですか。驚なりましたねでね。多くの私学がね男子校が共学になってね、はい、で女子校も共学になってるんですよ。はい、これはやっぱ生徒募集が大変なんです。うん、うんうん うん、で僕はね京都ではねもうそもそもね公立にね不立高校が、ね、あってね、うんうん、公立高校って都道府県が中心にやる仕事なんですよ。<う>僕はは京都市はちょっとと引いいいたらいいと思うんですそれをやめるのか不立にしてもらうのか不立にするのかね、うんうん、いろいろありますけど僕は高校を、えー、京都市は引いてでその同じ教育行政に使うお金やったら、うん、これは小中学校に僕は。 投入すべきだと思うんですね京都はもちろん大学の街でもあるし企業もいろんな研究してるでしょうしいろんな文化関係芸術関係でもいろんな優れた方がおられるでしょう優れた方と例えば本物の文化とかと公教育っていまいち接点ないし一般の市民でもあんまりないと思いますわ。確かにここの壁を取っ払うとと必要だ 京都市の教育は高校まで含めてやっているけれども小中学校に特化してそしてそこに集中的に充実した教育をするこれが大事いや今日はまたいつも通りの楽しいお話でこんなとこやからもっとかしこまると思ったけどいやいやまあいいやけどせやけどな満一やで満員数が市長になるとするやんほなな 僕のコンセプトはオープンですから今の市長とな見てな,な、まあ、こんななしんちゃんしんちゃん言うてな新宿新宿,新宿やってほんでこれしてると見るか言うたら <laughs> 出てけへんや <laughs> うわ削除されて <laughs>。 だいたね有名になったら態度変えるやつ多いですからね僕もいっぱい見てきましたこの世界ででしょほんまに誰だったっけ君みたいなね本当関わりたくないよみたいなそこはぜひないようにぜ福知事ぐらいは来てくれますけどね誰やろな福知事結構たんといや皆さん今日も楽しんでいただけましたでしょうか 本日のゲストはカルシウムハウスカジコママでしたどうもありがとうございましたどうも。